ちょっとここから先一般公開しますので、もう一回今、最初から話し直しますね。はい。今日は一粒万倍早朝勉強会の第4回でございます。協調性のない社員、問題社員を輝かせるための5つの考え方ということで、お話をさせていただきたいと思います。旅する経営者、ベルテンポトラベルコンサルタンツの高萩俊です。で、なんで今日このテーマで話そうと思ったかというとですね、よいしょ、土の時代から風の時代へって、まあ、しつこくしつこくいつも言ってるんですけども、昭和から平成の土の時代と呼ばれるこの200年から240年というのは、やっぱり大きな組織が安定してていいよね、やっぱ数は力、大きい人数で、いろんなことができるといいよね。それから名声、肩書き、せっかく会社入ったんだから管理職目指そうよ、役員になれたらいいね、あわよくば、同期の中で、社長になれたらみたいな、そういう名声とか肩書き、それから資産ですよね、しっかり貯金しなさいと、不動産買いなさいみたいな、ね、やっぱり資本力がものを言っていて、うちのベルテンポみたいな吹けば飛ぶような泡沫企業よりもやっぱり JTB だよねみたいな、そういう資本力がある会社の方がやっぱり良しとされて、それから競争というのは同業他社との競争に打ち勝って、自らナンバーを目指そうみたいな、そういう時代だったと思います。一方で、令和の風の時代というのは、これからの200年240年次のサイクルっていうのは、そういうことじゃなくて、情報が、今 SNS とか、さまざまな情報が、よくも悪くも玉石混交、情報が無料で入ってきます。で、その情報をもちろん取捨選択する力が必要になるんですけども、情報を持っている人が強い、それから情報を発信できる人が強い、次は人ですよね。人、それからコミュニティ、一人、女性、ジェンダー、家族、子ども、少人数の友人、高齢者、マイノリティ、これ実は全部人に関わることなんですけれども、これからはやっぱり人と人がつながる、または人と人をつなげてあげる。組織は今までこうピラミッドの階層になってましたけど、もしかしたらこれがコミュニティなんじゃないかとかですね、あと一人一人がもっと大切にされるべき。お一人様の老後なんていうのがこれから問題になってくるっていうふうに言われてますけど、別に問題になってるわけじゃなくて、それは状況、今そういう状況なわけだから、いやこれはこのままだと問題だよね、誰が介護するのみたいな、そういうネガティブな話ではなくて、一人一人の個性が大切にされますよということだと思います。それから女性の問題、ジェンダーの問題、こういうことも今ようやく日本でも、テーブルの上に乗ってきたような状態です。あと家族、子供っていうのは仕事も大事なんだけれども、たとえ経営者であっても、それから管理職や責任持った立場にある人でも、やっぱり自分の人生の基本っていうのは、自分であり家族であり、子供さんいらっしゃる方であれば子供、やっぱこういうファミリーをベースに社会が構成されていった方が正常な社会になってくるんじゃないかと思います。それから友達100人できるからもいいんだけれども、少人数の友人、もう本当に心が分かり合える少人数の友人という人たちでいいんじゃないかなというふうに思える時代が来たと思います。ですから、所有からシェアの時代へなんていうふうに言われてますけども、今では不動産とか車なんかを持っている人が成功者と言われてましたけども、そういうことを全部手放して、必要なものを必要な時にシェアする、シェアリングエコノミーみたいなものが当たり前になってくると思いますし、高齢者の問題もありますけれども、逆に言うとそれを問題と捉えるんじゃなくて、高齢の人たちが輝く、いわゆる介護の問題を心配するんじゃなくて、自分たちがこれからもう高齢者の世界に片足突っ込んでるような私たちが、どういうふうに、社会をですね、輝かせていったらいいのかっていう、そういう時代が来ているというふうに思います。ちょっと一般公開用に簡単な自己紹介で、なんで今日そういう話をしたかというと、まさにその問題社員、協調性のない社員っていうのは、もう自分自身のことを振り返った時に、組織の中ではもう最低の人間だったなってことを自分自身で思ってるからですね。で、私はこれ動物占い、私好きなんですけど、ペガサスと言われてまして、ペガサスはですね、一箇所にじっとしていることができない、思いつくまま行動して、束縛や干渉を極端に嫌う根っからの自由人って、もう組織に所属しちゃいけないんですね、私みたいな人はね。で、努力とは無縁、努力するのが組織の中で大事とされるんだれば、そういうことはそもそも嫌いです。で、感覚的に物事を捉える、
で、大して努力しなくても、これだっていうと、実は結構自分の、私はあんまり努力してないんですね。で、今日お話しする内容も、研究に研究を重ねたというよりは、なんか直感で、自分がアンテナに引っかかったものを今日交通整理して皆さんにアウトプットしてますので、それほど深みのある話じゃないかもしれないんですけども、実はそれらしく聞こえるという、そんな、まあ、なんていうんですかね、まあ、得意技を持っています。それからまあまあ、これ旅人ですから、一人で旅してても誰とでもすぐ仲良くなれますけれども、なんせ人の話を聞かないと。で、感性とノリが全てで、自他ともに認めるわがままな人ですと。で、自分に謎の自信があり、わがままも別に直そうとはしない。で、私のことを大嫌いな人ってのは世の中に大勢いると思うんですけども、まあまあ、屈託ないですよねという。そんな人間は組織に向かないんですね、そもそもね。で、まあ、小田急電鉄で、私は電車が好きで、駅員や車掌やってましたけども、残念ながら上司とは年がら年中衝突してました。で、上司からしても嫌な部下だったと思います。で、カナダに渡って、まあ、その後、もう日本嫌だって言ってカナダに渡ったんですけども、まあ、ツアーガイド、これも日本人の社長がやってる会社で働いてたんですけども、まあまあ、たぬき親父みたいな、もう今生きてるかどうかわかんないですけども、ちょっと腹黒い社長のもとで、まあ、いろいろ正論を言ってしまってですね、でものすごく、いじめに遭いました。あそこで、あそこで帰ってきたので、今、ベルテンプという会社を作ったんですけども、もしいい社長さんのもとでツアーガイドをやっていたら、私はカナダに永住してたと思います。で、戻ってきて、日本旅行という会社で、もう8000人ぐらい社員がいる中で、20人ぐらいしか所属できない海外ツアー商品企画の担当に潜り込むことができた。まあ、本当にひょんなことから。空きがあってですね、アジア中国の担当になって、で素晴らしい事業部長さんや、まあおっかないけれどもとても可愛がってくださった部長さんもいたんですけども、直属の上司であるとかですね、まあ管理職がすごい無駄に多い職場だったんですけども、まあここだけのちょっと一般公開で聞いてたらごめんなさいなんですけども、喧嘩ばっかりしてる上司がいてですね、結局この35歳で独立するまでほぼほぼ喧嘩して過ごす組織の中ではほぼはぐれ者みたいな人生でした。で、35歳で独立して自分で会社を始めてもう20年、実はこれが一番長く続いてしまったということです。はい、なので今日実はですね、この、テーマというのは若い頃の自分に向かってですね、振り返りをするようなそんな時間だというふうに私は考えながらレジュメを作らせてもらいました。で、そもそも協調性って何、問題って何が問題なのっていうことなんですけども、これ、社会、学校もそうですよね。学校の中でもやっぱ協調性がない子どもたちってのは嫌われます。でもちろん、ルールを守らないってのはダメなんですけど、そもそももしかしたらそのルールがおかしいかもしれないですよね。で、あと社会の規範とされているものもなんとなくみんながそう思い込んで思考が停止しているだけで、それが必ずしも正しいかどうかっていうのは、土の時代はそれでよかったかもしれないですけども、これからの火星の時代はちょっとそれ変えてきた方がいいよねっていう社会の規範の側に問題があるかもしれないという仮説で今日お話を進めていきます。で、これ例え話なんですけども、これは中谷明宏さんに言ったら、中谷明宏さんがそれは難しい問題だなって言って考え込んでしまったんですけども、愛想が良くて元気な挨拶はできるけど品揃えがしょぼい書店っていうのは今世の中にたくさんあります。で、私の家から一番近いショッピングモールの中にある書店がまさにこれで、もう直木賞とか何とか賞とかベストセラーとか売れ筋とかっていう、まあ積み上げとけば売れるよねっていう本が一番メインのところに山積みになってます。で、私の専門領域である旅行っていうのは今まさに、どんどんこうスペースが小さくなってます。もう旅のエッセイなんてのはもう本当に、5、6年前からすると結構場所があったのがもう1ラインだけになっちゃいました。で、もう書店を捨てたんじゃないかと思うぐらい雑貨を置き始めました。だけど無駄に元気はいいんですね。いらっしゃいませ、こちらへどうぞ、レジ袋サインかかります。すごい、もう愛想はいいんですね。まあ愛想はいいっていうか、でもなんかただ私からするとロボットのように大きな声出して甲高い声出してるだけだと思うんですけれども、まあ、でもそういう社員教育を多分しているんでしょう。で、ショッピングのモールの中にあるからまあまあお客さんは入ってるんだと思いますけれども、別にそこに積み上げてる本だったら Amazon で買うよっていうぐらいの書店、これが多分今世の中の書店さん、大型書店さんの8割から9割ぐらいだと思いますね。で、または一方、
店長はひげを生やしててすごいおっかなく見える。もう愛想のかけらもなさず、心根は優しいんですよ。だけど、その無駄にね、いらっしゃいませとかね、今日は何のご用ですかとかっていう余計なお愛想は言わない。で、30度のお辞儀とか45度のお辞儀はしないけれども、なんならお店の中で鍋やっちゃったり、タバコも吸っちゃってるけれども、とってもいい本を揃えてる書店があったとします。これ、どちらが社会にとって必要かって話ですよね。で、おそらくこの下の方の書店さんは、協調性というものは、ね、ないと思うんです。で、問題かっていうと、何が問題ですかっていうときに、たまたまフラッと入ってきた人が、あまりにね、なんかその態度が大きいから、何この本やってていなくなるかもしれない。だけど、そういう社会一般の人たちがえって思うようなことが、書店の本質って品揃えですよね。やっぱり目利きだと思うんですけども、そういうことの協調性って一言で片付けてしまうのはすごくもったいない気がします。で、これ今ちょっと本屋さんの話をしましたけども、組織の中でも協調性のある社員とか問題のない社員だけで構成された組織は弱いと思います。すごく弱いと思います。なぜ弱いかって話をしていきます。で、協調性のない社員、問題社員の話を今日してるんですけども、まあ、それは私でしたという話です。20代の頃、もう本当に、くさくさイライラしていて、とにかくその分かってもらえないストレス、まあ、若気の至りなんですけども、こんなに一生懸命やってるのに、どうして認めてくれないのよ、なんであなたたちはそんな上を見て忖度ばっかりしてるのっていうことに、ものすごく腹を立てていたんですね。でも、自分としてはお客様のためには全力を尽くしていたつもりです。本当に尽くしてたかどうかわかんないですよ。お客さんに聞いてないから。だけど、私は対お客様のために良かれと思うことは、とにかく頑張ってやっていたつもりではいます。もちろん、上司からそれは評価されませんでした。なので、私は協調性のない社員や問題社員と世間一般で組織で言われちゃってる人に、すごくシンパシーを感じるんです。シンパシーを感じる。わかるよ、わかるよ。自分だって若い時そうだったもんっていう、そういう前提です。で、私の当時の武器は正論です。もうとにかく正論っていうのは、まあ、正しいわけですよ。いやいや、あなたたち間違ってるね。年次が上かもしれない、役職あるかもしれないけど、どう見てもそれ違ってるよねっていうことを、若いから気がついちゃうんですよね。よく裸の王様ってありますけども、裸の王様が裸で歩いてるときに、まあ、住民は忖度してね、王様にそんなこと言っちゃ失礼だ。でも子供が、王様裸ですよって言うと、王様怒るわけですよね。で、私はまさにそういう本当のことを言っちゃう子供だったんだと思うんですね。で、正論を常に上司にぶつけて、上司と喧嘩してました。で、当時はなぜ、分かってもらえないのかがすごく辛かったんですけども、今自分が今度経営者の立場になって、まあ、逆の立場になって考えてみると、正論っていうのは相手の心に届いてなかったんだということに気がついたんですね。で、なぜ正論を相手の心に届かないか。これは私のバイブルでもある山田ズーニーさんというですね、方が書かれた、あなたの話はなぜ通じないのかっていう本、これ今、もうロングセラーですけど、文庫本になっているので、メルカリとかアマゾンのユーズドでもすごい安く買えると思うんですけども、多分ね、もう1円とか100円とかで売ってると思うんですけども、山田ズーニーさんのあなたの話はなぜ通じないのかってね、この本を手にして、私はもう価値観が180度変わったんですね。で、その本に書いてあったんです。正論は相手の心に届かない。なぜならば、正論は常に上から目線なんですね。それを言った瞬間に、もう常に上から目線なんですね。で、あともう一つ、正論は対話になってないんですね。まあ、つまり私は、当時の上司に対して自分が言いたいことだけ言ってたんですね。で、多分上司のなんか都合とか言い分はあるんだけども、そんなの全然聞くつもりもなかった。だって自分は正しいから。なので、相手の話や、それから相手の都合、立場には興味がないんです。なかったんです、当時。だから、今逆の立場になって、昔の若い頃の私みたいな人間が突っかかってきたら、私はすんごい面倒くさいやつだなとしか思わないと思うんですね。でも、正論だけが武器でした。で、じゃあそんな私はどうしたかっていうと、23歳で会社を飛び出してしまったんですね。もうなんか嫌だと。仕事大好きだったんですけども、でも一生こんなところで、
ストレスを抱えて生きるのは、これも若気の至りですけどね、あの時辞めてなかったら、でもその後きっとまた辞めてたと思うんですけども、場所を変えることにしました。でたまたまチャンスがあったんで、私はカナダに飛び出していって、でもカナダでも結局、使われ人をやっていたので、そこでまたうまくいかなくて辞めてしまって、で戻ってきて、すごくいい会社に中途採用で入れてもらえたんだけども、やっぱりうまくいかなくて、で、結果的に、これはダメだ、自分でやるしかないなと思って、自分で始めたという、大きな流れでいうと、転職、転地、転職、独立創業というような形で、今があるわけですね。で、振り返ったときに、もうちょっとうまくやれたかなとも思うけれども、特段後悔もないですね。で、すごいベストセラーになった、置かれた場所で咲きなさいっていう本があると思うんですけど、あれ私は必ずしも正しくないと思うんですね。置かれた場所で咲きなさいって日本、あれをそうだな、柔軟性のある人だったらその場で咲く方法っていうのをうまく解決できるかもしれないけども、日本人が置かれた場所で咲きなさいって言われちゃうと、多分ね、思考停止して人生を諦めちゃうと思うんですね。こんなもんだよねって言って諦めちゃうと。だから置かれた場所で咲きなさいっていうのを、ああいうふうに宗教系の人が言うと妙に説得力があるんですけども、組織の中で置かれた場所で咲きなさいって言って、メリットとデメリットがありますよね。私はそういうふうに言われちゃうと多分、辞めちゃう側の人間ですけれども、それでそうだよねって言って妙に自分で自分を言い聞かせて、それで消化できればいいんですけれども、当然モヤモヤとかストレスって残りますから、それで体を壊しちゃったりとかですね、なんかいつまでも自分の人生をこう輝かせられないっていうのかな、そういうふうになりがちかなと思います。それからちょっと事前にお伝えをした262の法則、これもいつも言ってることなのでちょっと繰り返しますけども、パレートの法則とか262の法則なんて言われるんですけども、これアリがよく働き、アリがいるんですけども、上位2割のアリはよく働くんですね。で、真ん中にいるボリュームゾーンの6アリは普通に働くんです。で、必ず2割のアリはサボるんですね。見てるとサボってるアリが2割いるそうです。で、これを262の法則って言うんですけども、組織の中でも経営側から見て、マネジメント側から見て、マネジメント側が本当よく働いてくれてありがたいよなっていう人が2割、それから普通に遅刻もせず会社に来てくれて、そつなく仕事をこなしてくれて、ちょっと残業もやってくれて帰ってくれるような人たちが6割、それからなんかちょっとクサクサしてるような、イライラ突っかかってくるようなみたいな人が2割、あとあわよくばサボる人ね、こんな風に構成されています。で、これね、見る角度によってこの262の法則って多分違うと思うんですけど、私は20代の頃サラリーマンをやってた時に、間違いなく自分は上位2割だと信じてましたよ。だってお客様のためにここまで全力で、エネルギーを出し切る社員なんかいないじゃん、みんなサボって上司の顔色ばっかり見てって思って、私は絶対に上位2割だと信じてましたけど、社内の評価は低いんですね。低い。決して、それは協調性がないとかですね、そういうことだと思うんですけども、やっぱり上司の内申点は良くないわけです。だから、上司の側から見ると、私は下位2割の人間なんですね。だから、262法則っていうのも、実は見る側によって視点が違ってくるっていうのはあると思いますね。で、ここから先、じゃあどうしたらいいのって話なんですけど、こういうふうに考えたらいいんじゃないかなっていうことを、これから少しずつ提言してみます。で、一つは、置かれた場所を安全、安心な場所に変えてあげる。で、さっき言ったように、置かれた場所で咲きなさいって言って、環境を何も変えなければ、その人にとっては苦しいままですよね。だから、環境整備っていうのは別にその、転勤させてあげるとかね、部署を変えてあげるとかっていうことだけじゃなくて、それも一つ方法だと思うんですよ。やっぱりその組織で辞めちゃう理由ね、リタイアする理由、退職する理由っていうのは、6割ぐらいが職場の人間関係、なおかつ上司との、ね、折り合いが合わないっていう、これはリクルートとかそういう人たちが転職した理由は何ですかっていうと、ほとんどね、公式、オフィシャルには、スキルアップのためとかですね、次のステージに行くためとか、かっこいいこと言うんだけども、ぶっちゃけどうして辞めたんですかっていうと、上司と折り合いが合わなかった。
ていうのが圧倒的に多いそうなんですね。で、これね、自分の身に振り返ってもそうなんですけども、私も大きい会社を3回辞めてますけども、3回とも上司とそれが合わなかったんですね。だから、もしその上司の元じゃないとこで働いてたら辞めてなかった可能性が高いですよね。なので、こうやっぱね、こう 上に立つ立場としては、場所を変えてあげるっていうのも、ね、一つの方法、安全安心な場所にしたい。ただ、そうは言っても、そんな簡単に好き嫌いでできないっていう組織もたくさんあると思うので、その場所でこれからも働いてもらわなくちゃいけないっていう時には、その人にとってですよ、そこを心地よい場所に、少しでも心地よい場所にしてあげるためには、一つはね、これ共感、理解、認める、感謝っていうキーワードだと思っていて、これ鉄道会社さんのグループの研修をしていたときに、バス会社さんの大学卒の若い、まあ、20代ですね、まだ20代の事務方の担当者が研修に来るわけですね。で、4年生の大学を出て、まあ、バス会社に入って、彼ら大型2種を持ってない、まあ後から取るのかな。だけど、バスの運転手として現場に出るわけじゃないんで、何をやるかっていうと、乗務員さんの勤務のやりくりを作るんですね。路線バスの乗務の勤務のやりくりってものすごい大変で、一つの、まあ、車庫があって、そこにこう事務所があるんですけども、そうだな、300人ぐらいの、例えばドライバーさんが所属していて、路線バスが、まあ、毎日バーっていろんな方向に走っていくわけですね。で、その乗務ダイヤっていうのがあります。で、その全ての乗務ダイヤにこう乗務員さん当てていくわけですね、ずっと。で、もちろんこうルーティーンで当てるんだけれども、常に人が足りないんですね。で、今日の出番、朝出庫から、始発から出庫しますっていうのを、3日前ぐらいに乗務を作るそうなんですけども、高江さんね、もうその3日前に乗務を作った段階で、30人足りないんですよって言うんですね。出づらが百数十人、まあ、3割足りてない。そうすると、休日出勤とか残業で穴を埋めなくちゃいけなくて、それを頭下げて、もうドライバーさん全員先輩ですよ。その人たちに頭を下げてお願いしなくちゃいけない。でそうするとさっきの262の法則で言うと、あ、いいよいいよ、いつも大変だもんね、自分でできることあったら言ってねって言って、休日出勤とか残業に応じてくれる人は2割。それから、まあまあ、しょうがないよね、これがまあ会社の現状だよねって言って、受けてくれる人が6割。あと2割の人は、まあ、嫌味を言う。なんでまた俺かよ。この乗務も本当きつくてトイレ行く時間もないんだよっていう、そういう人たちが2割で、この嫌味を言う人たちを避けて、まあなんとか協力的な人たちを中心にそういう残業とかお願いすると不公平が生じる。そうすると今度なんか文句言ってる方が結局得するんだみたいになって社内が乱れてくるわけですね。だけど入社3年目ぐらいだとそんなの誰も何も教えてくれない。そういう理不尽に耐えるのは社会の起きてだみたいなことを言われて終わっちゃうんですね。どうすればいいかって教えてくれない。で、その時に私が、いやいや、それはねって話をしたんですけど、この上位2割ほっといても仕事してくれるわけですよね。で、6割の人も大切にした方がいい。なぜならば、このサイレントマジョリティと呼ばれる、まあ、一番のボリュームゾーンの人たちがいなかったら、会社は成り立たないから。だけど、下位2割の人たちが、例えばクサクサして会社を辞めちゃったりとか、突然無断欠勤したりすると、ただでさえ人が足りないのに、もっと人が足りなくなっちゃうでしょ。だから、この、いわゆる下位2割と言われる人たちをどうマネジメントするかっていうのは、実はそんなに難しいことじゃなくて、彼らがなんか嫌味とか、なんか反発をしてきたときに、まあ、共感理解、そうですよね、わかります、わかります、もう本当これ大変ですよね、とかって言って、まあ、同調でもいいんだけど、とりあえずそれを認めてあげる。まあ、そんなこと言ってもみんなやってもらってるんですよ、とかって、正論で返さない。いや、わかりますよ、もう本当これ、ね、他の人も同じこと言った、他の人も同じこと言ってますって、すごくいいですよ。これ、クレーム対応とかでお客様から何か、まあ、ご意見をいただいたときに、まあ、感情、まあ、嫌味でもいいし、なんか、まあ、結論の出せないようなことを、私にそれ言われてもなみたいなこと言われたとしますよね。営業時間こんなじゃ、逆にミスじゃないのとかって言われたとしますよね。そしたら、こんなのね、同調しちゃうんですよ。お客様ね、私もそう思いますと。他のお客様からも同じご意見いただいてるんですって言っちゃったら、もうそれで終わる話なんです、これね。だから、営業時間伸ばせって言ってるんじゃなくて、レジで並んでるからイライラしてるわけですよね。だから、もう分かります、分かります。もうお客さん、おっしゃる通りですって言えば、でしょ、でしょって言って終わる話ですよね。であと、感謝っていうのは、その、
会社側から見て下位2割と呼ばれる会社における問題社員とか協調性のない人たちっていうのは、意外とね、へりくつをこねたり、あと痛いところをついてくる。会社が本当は触れてほしくないようなところをついてくるんですね。で、これっていうのは、実はね、会社にとってはものすごいありがたい、こう、なんて、資源なんですね。いやー、それ普通なかなか言って、さっきの裸の王様ですよ。王様は風邪ひきますよって言ってくれるのは、その下位2割の人たちなんですね。なので、ここもね、感謝した方がいいんですね。いや、みんなそういうこと言わないんだけど、何々さんそう言ってくれるでしょ。もう本当はね、そういう人がいて、組織っていうのはリスクマネジメントできるんですよ。ね、僕ちょっと力ないから、すぐ変えられないかもしれないけれども、でもね、やっぱそういうのを言ってくれる人って組織にとって大事なんですよって言ってごらんって言ったんですよ。若い人たちに、事務方に。そうすると、100% それで問題解決しないけれども、7割型、8割型はね、回り始めるんですね。こういうふうに一つ考えてみたらいいんじゃないかなと思います。もうちょっと続けますね。はい、ここから先はですね、実は私のオリジナルじゃなくてですね、私の盟友である、赤花添二先生、添島先生、ホスピタルクラウンですね、病弱教育のもう日本での第一人者である、添島先生の本が、ストレス時代の子どもの、今、コロナで子どもたちがすんごいストレスを抱えてるけど、子どもたちはそれを口にできないんですね。で、言えない。だから、抱え込んじゃうんですよ。で、メンタル、例えば学校に来れなくなっちゃったりとか、あと喧嘩しちゃったりとか、家庭内でイライラしたりっていうことを、今、コロナ対策をやってる国のリーダーの人たちは、全く考えてないでしょ。で、その今、教育現場、学校の先生なんかすっごい大変だと思うんですけども、家庭内でも大変だと思います。お父さんお母さん、今すっごい子供たちが明らかにやっぱりストレス溜まってるのを肌で感じてると思うんですね。出かけるなって言われるし、宿題はドサッと出されるし。で、それを病弱教育の知見からやれたらいいんじゃないか。何か提言できることがあるんじゃないかって5本を出されたんですね。で、その本の中にこれから話す5つのキーワードがあって、それを添島先生からいただいたんです。で、それをいただいた上で、実はそういうストレス時代の子どもの学びというテーマは、ストレス時代の社員の、チームメンバーのどう対応していくかというマネージメント、ね、リスクマネージメントに役に立つんじゃないかっていうふうに思って、このキーワードだけを拾って、あえて先生がおっしゃってることとはリンクさせてないんですけれども、ここから先の5つは先生からいただいたキーワードです。その1番、行動と感情を分ける。で、行動と感情を分けるっていうのは、さっきの問題社員と言われる人たちからすると、例えばそうですね、私が問題社員だとします。で、協調性がないとします。で、その時に上司に対して文句を言います。で、その文句を言ってくる中で、このどの部分が感情なのか。私の感情、怒りとか不安とか悩みとかですよ。そういう感情の部分と、あと実際に仕事、職務としてやってる行動をきちんと分けてあげるってことなんですね。で、これすごく大事で、仕事をきちんとやってるんだったら何の問題もないわけですよ。例えば明らかに仕事にミスが多いとかね、会社に来ないとか、ね、遅刻欠勤、当日欠勤が、こういえば行動は、その行動はダメですよ。だから問題社員の人たちで、いや本当に問題だなってされるのが、当日の蹴飛ばしってよくあるんですけど、いきなり来ない、シフトアウトしちゃう。そうすると職場困るじゃないですか。だからその行動に関しては困るから、もう来れない事情があるんだったら早めに言ってもらえると助かるんですよ。やっぱちょっとそこから人を探すっていうのはとても困難が伴うんですっていうふうに、行動に関しては直してもらった方がいい。でも、あなたが持っている不安とか怒りとか悩みは理解できますよっていうふうに、ちゃんと分けて話してあげるっていうことですね。2番目、呼吸。呼吸っていうのは、これ子どもの話でも書いてあったんですけども、ね、ストレスを溜めている人とか、イライラとか不安とか悩みを持っている人っていうのは、呼吸が浅くなってるんですね。息ができなくなっちゃう。なので、この呼吸っていうのに意識を向けるといいですよっていうのを一つあえて提案してみたいんですね。で、じゃあ呼吸するのはどうしたらいいっていうのは、これウォーキングでもジョギングでもいいですし、自分の好きな音楽を聴くでもいい、旅行に行くでもいい、
誰かと話してお昼ご飯食べるでもいいわけですよね。だからそういう、まあ、スイッチを切り替えてですね、リフレーミングするっていうんですけど、フレームを仕事仕事仕事っていう中でもう息ができなくなっている、これ上司もそうだし問題がある側の社員もそうですよ。だからちょっと休んでさ、気分転換しておいでよっていうふうに、言ってあげる、これが呼吸をさせてあげるってことかもしれないし、さっきの職場を変えてあげる、こう A っていう、まあ、上司の取り替えっていうのもいいと思うね。やっぱ上司ガチャってすごいもう博打みたいなもんなんで、部下からするとね。だから可能であれば配置転換をしてあげる。で、これね、フィンランドの教育の話をいろいろと勉強させてもらってる時に、フィンランドの小学校って先生のチェンジがありなんですって。で、先生と生徒、人間と人間だから合わないってあるんですよ。だからこの子供からすると A 先生は良かったんだけども、 B 先生になったら全くダメになっちゃったってところ普通にあるわけですよ。で、誰も悪くないです、誰も悪くない。で、その時に子供が、何々先生ちょっと無理って言ったらチェンジってありなんです。まあそれ先生取り替えるんじゃなくてクラスを変えるんですよ。これってやっぱ息をさせてあげる、その子にとっての救いになるっていうことだなと思って、日本の小学校とか中学校、ここもそうかもしれないけども、担任の先生が外れたら1年間地獄ですよね。それで学校に来れなくなっちゃう子供っていくらでもいるわけですよ。でもそれはその先生が悪いというよりは合わないんですよね。合わない。それやっぱ取り替えてあげるっていうのを教育のシステムの中に入れてるフィンランドは、それだけ見てもすごいなと思いますね。怒りを願いに置き換える。これちょっと副島先生に教えていただいたんですけど、子供が怒ってるわけですよ。例えば物を投げるとか誰かを叩くとかっていうのは、この怒りの感情っていうのはその根っこの部分に何か願いがある。自分のことを分かってほしいとか、もっと遊びたいとかっていう願いがあるんですよ。それが怒りに置き換わってるだけなんですよっていうふうにおっしゃってるんですね。なので、262の法則でいう組織から見て問題がある社員、この人たちが怒ってるとします。社長ずるいと思いますとかね、いやあの人だけなんでいつも特別なんですかとかって言って怒ってる時のそのバックグラウンドには願いがあるんですよね。だから、あ、それについてもうちょっと詳しく聞かせてもらえないかなって言って、で、どんな思いがあるの、どうしてそう思ったの、今何について一番不満を感じてるとかっていうことを掘り下げていくと、怒りの奥には願いがあるっていうことがわかると思いますね。だから例えば、自分も経験あるんですけども、備品を大切に扱わない社員とかって言われて投げるとかね、雑に、こう置いてあるとかっていう、それってやっぱり怒りの表明だったりするわけですよね。で、それの根っこにある願いっていうものをやっぱりマネジメントの立場からするときちんと探るといいよねという話です。次は手放すですね。最近手放すなんていうのもブームですよね。断捨離とか、なんかね、ダウンサイジングも手放すかもしれないですね。なので、手放すっていうのは、そういう問題、こういろんな、この手放すっていうキーワードでいろいろと考えてみていただいていいと思うんですけど、私は今パッと思いついた一番大切な手放すは、無理して抱え込まない。マネジメント側から見てもですよ。もしかしたらその人が活躍する場は、この組織、チームにはないのかもしれない。他のところに行った方がより輝けるかもしれない。それは、なんか切って捨てるみたいならダメですけれども、もしかしたら違うチャンスがあるんじゃないの。だから、ペルテンポという会社にいろいろ旅の相談が来るときに、何でもかんでも抱え込もうとするんじゃなくて、いや、これをね、HR さんの方がいいと思いますよ。これね、阪急交通社さんで同じようなことやってると思いますよって言って、あえて手放してあげるっていうことも大事ですよね。ですから、社員さんがね、本当にこう、他の人と協調性がなくてうまくできなくて、で、真面目な社長さんほど何とかしようと思って頑張りすぎちゃうんだけども、今度ね、社長さんが体を壊したり、本来業務ができなくなるっていうのは、これも本末転倒なんですよね。で、今まで言ってきたことと全然逆のことを言うじゃないかって思われるかもしれないんですけども、私も一時ちょっと会社をこう大きくしようと思っていろんな人にそそのかされてね、社員を採用してた時期があるんですけども、で、社員を採用すると、この人たちを守ってあげるのが自分のなんか責任だとかっていう
謎の責任感が出てくるんですよ。でもやっぱね、うまくいかない。今、いろいろとうまくいかなかった。それはもう私にマネジメント能力がなかったんだと思うんですけど、その時に、やっぱちょっとね、無理だっていう話を、まあ、正直が最大の武器だと思ってるので、なぜあなたがこの職場で一緒にやっていくことが難しいのかみたいな話をして、で、わかりましたって言って、もうすっと次の日から辞めていっちゃう人たちってのがいて、でもね、なんだろうな、こっちが思いをかけてあげてるっていうほど、向こうは何とも思ってないことって結構多いですよ。もう手のひらを返したら辞めていく。あっさりと。で、それって取引先もそうかもしれないし、こちらが、こう経営者ね、もう何とかしてお金を払ってあげよう、給料を出してあげよう、生活もあるだろうし、なんかね、これからのこともあるだろうしとかっていうほど向こうは何とも思ってなくて、だから、あ、ちょっとここ、労働力ぶら下げてお給料もらえたらラッキーぐらいに思って来てるだけの人も結構いるわけですよ。そういう人たちからしたら、あ、もう結構です、結構です、他行きますからっていうふうに、結構ね、あっさり言われたことが、ね、何度もあるんですね。今まで自分が悩んでたことは一体何だったんだっていうぐらい、もう手のひらを返したように、もうさっさと荷物も取っていなくなられたことが、ね、一度ならずあります。なので、手放すって大事で、実はね、悩んでるけども、こちら側のプライドとかね、なんか謎の責任感でしがみついていて、試しにこの手を離してみたら、さーっといなくなって、問題が解決するっていうことも実はあります。なので262の法則の、その、こちらから見て厄介だなと思っている2の人たちを、一回肩の力を抜いてね、こう手を離してみると、ピューって泳いでいなくなる人たちもいると思います。はい。でも、存在価値のない人はいないんだよっていうところは前提条件にしたいなと思っています。で、それは、採用について悩んでる人たちっていうのは、まだ恵まれていて、こういう問題がある社員が。で、私、パチンコ屋さんの話よくするんですけれども、パチンコ屋さんの社長さんと話したときに、自分の将来の夢はパチンコ屋で働くことですっていう社員はここには一人もいませんと。だけど、お店もあるし、働いてもらわないといけないから、両方準備したり、高めの給料払ってあげたり、いろいろと個人の相談に乗ってあげたりして、こう集まってきた人たちを、もうみんな常に傷があるような人たちをね、こう集めて、で、なだめたり、すかしたりしながら、彼らにやる気を出したり、まあ、自己職人欲求を持たせてあげたりしながら、店長にまでして、店を一つ持たせなくちゃいけないんだ。そうしないと、ね、採用云々とかね、選んでる場合じゃないんだって、まあ、あるパチンコ屋さんの社長さんおっしゃってて、まあ、その通りだなって思ったんですね。なので、この存在価値の、そうしないと人が集まらないっていうような、職種とか職場ってあるんですよ。で、そういう職場の人たちから見たら、贅沢な悩みだよねっていう会社もたくさんあるんです。なので、基本的に存在価値のない人はいなくて、私はもっとね、雇用の流動性っていうのを日本は高めるべきだと思っていて、雇用の流動性を高めるっていうと、現場で働いてる人は、なんかすぐ解雇されちゃうのって言って、アメリカみたいに、ね、呼ばれても来なくていいよって言われることに対して、すごい恐怖を覚えるみたいなんですけど、雇用の流動性が高まると、結果的にブラック企業には人が集まらなくなるんですよ。その方が絶対いいんです。日本はブラック企業でも辞めると二度と社員雇用してもらえなくなる、他の会社でね。なので、頑張って社員がしがみついちゃうから、メンタルやられたり、あと、会社から見ていてもらってほしくないようなね、人を、なんか、すごい、絶対に受けられないような転勤を命じて辞めさせたりとかっていう、実情のパワハラが横行するっていうのは、雇用の流動性の問題ですよね。なので、存在価値のない人はいないよねって、性善説に基づいて組織運営したいなとは思っています。はい。ということで、見逃し配信の方、競争チームというものをやっておりましてですね、こういう全問答のような、こう、答えのない問題にみんなでチームで向き合っていく、切磋琢磨するという競争チームというものを運営しておりますので、よかったら、競争チームと入れて検索して、お気軽にお問い合わせください。仲間募集中でございます。ということで、今日の講義はここまでです。じゃあもうちょっとだけ話します。で、私がまあ主催している競争チーム、コークリエイトっていう、共に作るですね。で、今までは争う、
競う競争っていう言葉がこの200年ぐらい土の時代だと思うんですけど、次の時代はおそらくみんなで一緒に作り上げていくっていう時代が来るかなと思っていて、で皆さんの現場職場での悩みっていうのはやっぱりそのピラミッド型の組織で上に立つ者が下を教育しなくちゃいけないとかですね、そういうふうに考えると苦しくなる局面って結構出てくると思うんですね。やっぱり先輩社員が後輩社員の鏡になるとか、先輩社員がきちんと教えてあげないから若手が育たないんだとかっていうふうに言われますよね。でも、まあ、考え方を変えてみたらなんですけど、例えばそうですね、今の子どもたちなんていうのはもうほとんどその、なんだろう、ゲーマーみたいな、ね、いわゆるデジタルネイティブの人たちからすると、皆さんも例えば子どもさんいらっしゃったらですね、どう考えてもスマホとかそのデジタルに関することは子どもに聞いた方が、たとえ子どもが小学生でもよっぽど子どもの方がよく知っているっていう、それがじゃあ社会の中に出てきた時に、いわゆる TikTok 世代がもうすぐ社会に出てきますよって我々言うんですけども、TikTok 世代が社会に出てきた時に、およそ私みたいな昭和の人間の価値観とかもう覆されちゃう。だから上の人間が下の人間を理解できないというよりも、もうここは一発考え方を変えて、その人たちが未来の、まあ、日本なり社会を作っていくんだから、まあ、彼らが宇宙人かどうかは別にしてね、もうチームとしてその上下関係っていうものを可能な限り、まあ、上に立つ人は責任を取らなくちゃいけないですよ。高いお給料もらってたり、まあ、勤続年数が長い分責任は取らないといけない。だけどあとなんか決定しなくちゃいけない。いや、そういう役職、役回りではあるけれども、現場をどう運用していくかという部分に関しては、チームとしてこうフラットな組織でみんなで考えていった方がうまくいくという局面は出てくるんじゃないかなと思っています。で、これでもどうしてもそうは言ってもっていうふうに変えられないのが、さっき言った262じゃないけれども、やっぱりそのボトムアップ。例えば点数の悪い人たちの点数を上げて、テストでいい成績を取るということが、学校教育のメインになってしまったりっていう、そういうことが社会に出ても起きてるわけですね。昇進試験を受けて、こう上の職に就こうとするやる気のある人がいい人みたいな、そういう、まあ、考え方からまだ話しきれ、解放しきれてない、まあ、これはまだ当分続くと思いますけれども、大きい組織であればあるほど、または例えば医療の世界とか学校の教育現場とかっていう古い体質が残っている組織ほど、まだ残ると思うんです。で例えば、まあ、私も身内に医療職がいるから分かるんですけど、やっぱこう医療職ってヒエラルキーが割としっかりと残っちゃってる世界ですよね。だから良くも悪くもだけど、やっぱりそれ新しい時代の医療職ってこうチームでプレーをしていく、それぞれのサッカーフィールドに11人が立ってピッチに立ってるみたいな、そういうイメージを持てるチーム組織でないと、これから先生き残れないよねということは、我々がまずベースに押さえておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、さっきの解決策、こういうふうにしたらいいんじゃないんですかっていうのを少しまあ補足をさせていただくんですけども、そうは言っても、問題社員っているんですよ。いや、この人いくらなんでも問題でしょうって、これちょっとダメでしょうっていう、その何がダメなのかっていう NG ルールですよね。NG ルールをきちんと可視化してあげた方がいいですね。さっきの行動と感情を分けるってありますけど、なんとなくこの人嫌だとかっていうのは、チームにおいては、まあ、そういうのはない方はいいんだけれども、なんとなく合わないよねとかね、なんかあの人いけすかないよねとかっていう感情は別に持っていいんですよ。感情なんか全然持っていいんですけど、別に同僚の悪口だって言っていいと思うんですけども、だって人間だものって話ですよ。そこを抑えるとストレスになりますからね。だからバックヤードでちょっとあの人何なのとかっていうのは私は全然ありだと思う。それでガスが抜けるんだったらいいと思うんですよ。外に出てきた時にビシッとまたプロとして振る舞えるんだったらありだと思うんです。でサッカーなんかがまさに私スポーツの中でも分かりやすいと思うんですけど、私別にそのサッカーをやってたとかじゃないんですけど、サッカーの11人のチームってあれね、絶対ね仲良しじゃないですよ。それぞれのポジショニングでプロとしてのパフォーマンスはやるんだけれども、こっち側にいる控えの選手なんか、絶対そのレギュラーの選手が怪我したら、内心はね、俺の出番だって思うと思いますよ。この11人から外れてここでウォーミングアップしてる人たちいるじゃないですか。で、この人たちはいいから早く出せって思ってるわけですよね。で、プロだから大人の振る舞いはしているけれども、負傷退場したらラッキーって心の中で思ってます。負傷退場しないと出る番がないんだから。だから悪いことじゃないってことです。で、
あとすごい面白いのが、サッカーって、レンタル移籍とかってあるじゃないですか。昨日まで一緒に戦ってたのに、明日は敵なわけですよね。それで足引っ掛けたりとか突き飛ばしたりしてるわけですよね。だから、なんか、そういうのを見たときに、プロって何なんだろうって、まあ、お金もらってるからプロじゃないですか。それ入社1年目でも、アルバイトさんでも、パートさんでも、給料が発生した瞬間にプロですよ。だから、プロの振る舞いって何なのっていう行動と感情をきちんと分けてあげること、ハサミで切ってあげることがまず第一です。みんな仲良くしようよとかっていう、こういうもわっとした謎の呼びかけをリーダーはしてはいけないんですね。してはいけないと思います。だから、チームだから仲がいい方が、リーダーはね、安心なんですよ。みんなが仲良くやってくれてる方が。だから、みんなもっと仲良くやろうよっていうふうに、言いたくなっちゃう。だけど、仲の良い組織が最強の組織と言い切れないですよね。だから、さっきの行動と感情を分けるってすごく日本人不得意なんだけど、してあげるってことです。外国人はね、この辺はね、めちゃめちゃ割り切ってると思いますね。あと、チームプレイするんであれば、チームにとっての NG ルールを可視化してあげる。これはダメだよっていうことをきちんと分かりやすく可視化して、ルールを見せてあげる。ルールスってありますね。で、これもね、日本人が不得意なところなんですね。で、日本人って、忖度したり、いや、そういうのは言わなくても分かってるでしょうみたいな世界でやるから、結果的にうまくいかないんですね。で、私、これルールの話をするときに、もう今でも忘れられない、カナダのアルバータ州にバンフっていう、バンフスプリングスホテルとホテル、バンフって町があるんですけど、そこに、まあ、私、カルガリーとこ住んでた仕事でよく行ってたんですけども、バンフの町にも3ヶ月ぐらい住んでたんですね。で、まあ、唯一の楽しみがですね、アッパーホットスプリング、温泉があるんです。で、日本人ですから温泉入りに行くわけですね。まあ、温泉って言ってもプールなんですけども、温水プールみたいな。でも天然の温泉なんですけどね。で、そこにこうやって入ってた時に、そこのプールにルールスって書いてあって、10項目ぐらい書いてあった。まあ、よくありますよね、日本でもね。で、そこに、そうですね、例えばガラスの持ち込み禁止、割れると危ないですからね、飛び込むなとか、ルールが書いてあるんですけど、一番下に、リスペクトアザースって書いてあったんですね。で、リスペクトアザースっていうのは、いや、他者を尊敬しましょうよって、まあ、直訳するとね、みんなお互いを尊敬してくださいねっていう、リスペクトアザースって、このフレーズってね、結構使うんですね。これで、リスペクトアザースってもし気になったらね、Google で検索かけてみていただくと、まあ、英語ですけど、いろいろ出てきますけどね。私がリスペクトアザースって入れたときに、今だとね、2つ出てくると思うな。文部科学大臣賞かなんかを受賞した、帰国子女の日本人の女の子が書いた作文のテーマで、リスペクトアザースってあるんです。で、この考えは素晴らしくて、日本でももっと広がってほしいっていうのがね、なんか大臣賞を受けて、それが PDF かなんかで今一番。で、ちょっと今わかんないけども、私が検索かけた当時にすごいなって思ったのが、アメリカに住んでいる日本人のご夫婦が、子供さんが男の子でね、向こうでサッカーのチームに入れたそうなんです。クラブチーム。そしたら、そのクラブチームに入るときに、コーチがね、まあ、いろいろと、まあ、最初プレゼンテーションして、じゃあ入るの入らないのってやって、じゃあクラブチーム入りますって言ったら、契約書を子供に、ね、読ませる、ルール。このクラブチームのルールってのがあるわけですよ。まあ、さっきの、誰かを怪我させちゃいけないとかね、遅刻しちゃいけないとかそういうのかもしれない。でも、一番下に、リスペクトアザースって書いてあったんですって。で、それに子供が自分でサインするんです。で、クラブチームに入会します。ところが、子供ですから、実際にそのサッカーのプレーをやってるときに、やっぱり例えば突き飛ばしたり、喧嘩したり、なんか言い争いになることがあるんですって。そうするとコーチがプレーを止めて、みんなちょっと集まれって言って、お前ら契約書の一番下に何て書いてあったか思い出せって言うんですって。リスペクトアザース。今君たちの行動は何だって言うと、子供たち黙っちゃうんですって。で、こういうことなんですよ。で、これ日本人が一番苦手なんだけども、子供もちゃんと自分でサインしてるでしょって言えば、従うんですね。で、私は日本の大人社会のチームもこれをやるべきだと思うんですね。謎の、もう何、日本語で何書いてあるかわかんないような雇用契約書じゃなくて、チームのルールっていうものを作ったらいいと思うんです。で、私はベルテンポファミリーっていう旅行クラブのチームを作ってるんですけども、そこにルールがあるわけですよ、ルールが。
で、サインはさせてもらってないですけども、うちの旅行クラブはこういうルールでやってますからねっていう、そのルールを理解してもらってる人に入ってもらってるんですね。それがリスペクトアザーズなんです。お互いをちょっとちゃんと思いやってくださいねっていう、このルールが守れない人は、ちょっとうちのクラブチームはダメですっていう言い方をしてるのは、そのアッパホットスプリングスとアメリカのサッカーのクラブチームのコーチと子供の契約書の話です。で、これってものすごくやっぱり日本に足りてないところだと思うので、このルールは、ね、少ない方がいいです。もう20項目とかダメ。もう最低限のもうミニマムのルールでつながる緩やかなチームとかコミュニティがこれからの風の時代を生きていく。ルールが多すぎると人間って天然バラバラですから、さっきの話じゃないですけども、基本的には協調性ないような人たちが集まってきてチーム作るわけですから、今までは、ね、協調性のある人が良しとされたんです。だから100個ルールがあってもそれを守れる人たちが日本人として良しとされたんです。それは靴下の長さとかスカートがどうとかね、2ブロックはダメだとかって、もう事細かに100項目でも校則を作って学校で理不尽さを押さえつけて教育した人間を社会に出てきて同じように扱うっていうのが今までの日本のやり方だったんですね。でも、まあ、そういう時代じゃないよねっていうふうになってきてる中で、まあね、ルールは、ね、最小限、少なければ少ないほどいいです。だけど、そこは絶対譲れないよっていうルールを自分の組織、チームで作っていただいて、あとはもう自由でいいからねっていうふうにするのがうまくいくんじゃないかなと思う次第です。はい、以上でございます。